And thank you for the million. はい、皆さん聞こえておりますでしょうか。この時間から、司会を交代しまして、私、箱森黒子担当いたします。それでは、続いてのゲームが、リスクブレインズカテゴリーが 2%。こちら、解説の方に、来ていらっしゃっております。ガルバさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私、ガルバと申します。5時間前、スイーザースパイアを、解説した、ものです、出てません。おはようございます。今回のゲームに関しまして、簡単な解説させていただきます。よろしくお願いします。この、ディスコブレイン2は、ローグライク TPS、サードパーソンシューティングとなっております。このゲームは、非常に癖の強い、キャラクターが数々おりまして、その中でキャラクターを、一体選んで、ランダムで入手するアイテムを、駆使して攻略する、形になります。敵を倒せば、経験値とゴールを入手することができ、経験値でキャラクターのレベルを上げることによって、HP と攻撃を上げることができます。そして、そしてゴールを使って、通常であれば、チェストか、フィールドを転がっているチェストから、アイテム、強化、キャラクターを強化する、アイテムを入手することができるんですけれども、まあ、はい。そして、このゲーム、時間に経つすべて、徐々に、敵の強さが上がってきます。チンターやってると、雑魚敵ですら、味方を、自分をワンパンしてくるほどの火力を持っていきます。で、各マップには、テレポーターというものがありまして、これを起動するとボスが召喚されて、このボスを倒した上で、指定された範囲の中で、時間耐え切ると、テレポーター解放されて、次のマップで遊ぶことができます。で、このゲームの、最終目標なんですけれども、こちらの方、5マップ攻略した上で、ラスボスである、ミス・リクスを倒すことによって惑星から脱出することが目的となっております。このゲームの 2% カテゴリーは、先ほど言った通り、ラスボスの、ミス・リクスを討伐して、救助船に乗るまでが、RTA となっております。で、また、現行バージョンと違って、昔のバージョンにプレイしているので、ダストマップのギミックが、一部異なります。はい、この時は、また、多分解説します。で、2% では、様々なキャラクターを使えるんですけども、現状、ハイドされているのは、ハントレスとローターの、ローダーの2キャラクターだったと思います。1位がハントレス、で、ローダーが、その1秒差で、2位となっております。で、今回、走られて、ゴスタンドさんですね。ゴスタンドさんは、ローダーを選択して走る形となっております。で、この、ゴスタンドさん、あ、すいません、間違えた。ローダーなんですけれども、こちらの方、よくは、最近流行りの、バトルドワイヤーゲーム、エイペックスレジェンズでいう、パスファインダーのようなグラップリングを使うことができるので、めちゃくちゃ早く移動することができます。そして、突進スキルもあるので、そのグラップリングと、突進スキルを使って、マップを、高速で移動して、テレポーターを起動してということになります。なので、本層では、このグラップリングの回数を増やせば増やすほど、タイムの省略につながるということになっています。で、また、このゲーム、アーティファクトという、さまざまな追加ルールを設定することができます。これは、ゲームを開始する前に、何個か設定することによって、ゲームの、根本的な要素すら変えてしまうという、非常に危険な機能となっています。今回は 2% なので、使います。使うようです。で、今回6つ使うんですけども、1つ説明します。1つ目、スウォームズ。このアーティファクトは、通常の倍のモブを、敵モブを召喚します。ただし、このアーティファクトを使った間は、敵の HP は全て半分になります。次、サクリファイス。このアーティファクトは、通常は、フィールド落ちている箱、チェストからアイテムを回収するんですけれども、なんと、このアーティファクト、敵を倒せばランダムでアイテムをドロップします。で、このアイテムをドロップは、リアリティを問いません。で、次、コマンド。
このアーティファクトは、なんと、ランダムドロップであるアイテムを指定することができます。拾った際に、DIT が決定しているので、その DIT の中のアイテムを一つ選んで、回収することができます。あれ？なんかおかしいぞ。そして、次、グラス。こちらは、自分の攻撃力を5倍にしますが、HP が 10% になります。つまり、常に HP が10だったら20だり、すごい少ない状態でプレイすることになります。まあ、もう、刃の刃ってやつですね。そして、金。これは、ステージごとに、敵モブ一つ、指定することができます。あ、ガンダムで指定されます。この、アーティファクトの何かすごいって、ダスボス以外のすべてのモブを文字にします。ただし、エリート、属性を持った、敵モブとかは、そのまま、発生しますし、まあ、あくまで敵の種類が一種に指定されます。そして、最後、カオス。このアーティファクトは、敵味方、無差別にダメージを与え合うようになります。ゴスランドさん曰く、このアーティファクトは、このスピードなんでは、オプションにあるんですけども、まあ、ステージ1の敵を対処に役立つために、利用するという話だということです。で、また、このリソースの他に、各ゲームを通じて継承されるルナコインという通貨も、活用して戦っていきます。さて、ディスクオブデイン2を遊んだ方々、お察しがついたと思います。このゲーム、通常ドープしたものを全て指定できます。はい。なんと、この RTA、ローグライク要素がほとんどありません。俺の最強の組み合わせで作ったビルドで走るだけっていう、ゲームになります。ランダム要素は、ランダムドープス、敵はドープス、アイテムの数、そして、テレポートの場所のみとなります。なので、この RTA は、ローグライクでいう、最強アイテムを積み込んで、そういうランドを充実するようなものになります。なので、通常プレイする分には、決して真似したいようにしてください。このゲームの面白さを、多分半分以上少なっております。で、今回の、まあ、どうやって走るかについて、どういうアイテムを欲しいかについては、ゴスランドさんからディストリー向けの資料をいただいてます。使う、アイテムは、1、2、3、4、5種類が、マストアイテムですね。まず、資料のアイテム、コモンアイテム。こちらは、トパーズのブローチ1個と、なるべく多くのバックマップマガジンを手に入れる作業になります。まあ、そうですね。また工事します。トパーズブローチは、敵を倒すたびに、一時的な HP を、増やすことができる、まあ、入手することができます。ただし、これは上限が決まっていて、自分の HP の倍前しか確保できないので、まあ、一発耐えきるか否かぐらいですね。で、バックアップマガジンは、今回重要なグラップリングのスキルを、複数回使うことができます。これを積めば積むほど、ダストマップ、すごい勢いで、移動することができます。で、この、先ほど言ったコモンアイテムの、ドロップは、基本エネミードロップに依存するので、なるべく多く出ることを祈ります。次、アンコモン、緑色のアイテムなんですけども、こちらは、刃を鉄線を使用します。刃を鉄線は、こちらがダメージを受けるたびに、周囲の敵に、プレイヤーの基礎攻撃力 160% のダメージを与えるアイテムです。先ほどのグラスのアーティファクトで、実際は8倍の攻撃をばらきます。で、この刃の鉄線の数が大きいば多いほど、ダメージが増えるんじゃなくて、ダメージ範囲が広くなります。まあ、このアイテムは、テレポーターをこうで、ボスを倒すと、確定ドロップ1個ドロップするので、まあ、必要数手に行くことができます。さて、なぜ HP が少ないのに、自傷ダメージを、じゃあダメージを受けないといけないのか。なんですけども、次、ルナアイテム。先ほど言った、ゲームを通じて、消毒するというルナコインという通貨。こちらを使うと、デメリットは重いものも、非常に強力なアイテムを交換することができます。今回、使うレシピとしては、収束を3個、豪華の珍奇1個持っていく予定だそうです。収束は、テレポーターの、
チャージ、つまり、テレポート待機時間が、1個につき 30% 減るんですけれども、その代わり、テレポートなんか、いないときの場合、範囲が下がります。範囲が小さくなります。まあ、誤差ですね。まあ、これを3個積むので、めちゃくちゃ早くチャージが溜まります。で、始まりそうか、大丈夫かな、大丈夫ですね。豪華の新規は、こちら装備品、クールタイムがある、追加ビリティのようなものです。で、こちらの方を使うと、自分と周囲の敵に、毎ターンダメージを与える装備品になります。まあ、自称ダメージって言っても、やっぱりでかかったらダメだと思ったんですけど、思うんですけど、この豪華の新規、HP の 5% しかダメージを削り、自分にはなりません。で、この、これ、グラスで HP20 か10しかないので、毎秒1か2しか減りません。そして、各キャラクター、HP、毎ターン、2から3程度回復します。まあ、つまり、まあ、ローダメージで、実証ダメージを食らいまくるという方法を使います。なので、はい。これを使うと、あと、恐ろしい勢いでダメージを周囲に与える、殺戮マシンと化します。なんと、これ、うまいこと使うと、ラスボスときます。まあ、これは、まあ、最後、見てもらうことになるので、はい、期待してください。まあ、というわけでね、で、まあ、番外、ちょっと時間なので番外編なんですけれども、赤いアイテム、リアアイテムがあるんですけれども、こちらの方は、まずドロップしません。で、まあ、出た場合は、基本的には、アビリティのクールタイムを下げる、エイリアンセット、エイリアンの頭を手に入れるんですけれども、まあ、今回、まあ、まあ、GDQ ということで、まあ、安定性を取って、もし、死んでも復活できる、ディオの親友というアイテムを、開始する予定だそうです。まあ、まあ、多分出ないです。はい。で、装備品も一応あるんですけど、装備品は、先ほど言った、豪華の珍器を使って、使うので、実際は、あんまり、一面引いたら、コインを段階にするという装備品があるので、それを使って、まあ、10日に敵を撃ち落とす程度になると思います。まあ、本当にディアアイテムはめちゃくちゃ全部強いんですけど、まあ、今回はちょっといろいろシナジーを考えて、まあ、そういう形になると思います。まあ、あと、まあ、赤いアイテムっていうのが、一応確定ドロップするシチュエーションっていうのが、まあ、あったりするんですけど、まあ、基本的にはもう、そこに行く予定も、予定もないので、はい、行かないです。とりあえず、事前に伝えたいことは、まあ、以上なので、あとは実際、まあ、結果はご同時度みたいな感じで、まあ、待つ形になるんですけれども、そうですね。まあ、はい。赤タクテ箱を、はい。4桁通りいるので、まあ、まず開けれないですね。まあ、開けたところでっていうところもあるので、はい。もうひたすらもう、ポータルを見つけては、はい。突入するって形になりますね。まあ、多分、ハギアスのステージも取らないですね。もう、今、さっき言ったコンボの方で、もう、赤羽様にもう、ラスボスですらワンパンレベルなんで、はい、もう、ポータル見つけて即突入の繰り返しになります。あ、そうですね、最終面なんですけども、現状のバージョンと、昔のバージョンの違いがあって、昔のバージョンはもう直接ラスボスのところまで向かえば、ラスボス戦となって、倒して、実制限時間内に脱出すれば、まあ、OK なんですけども、現行バージョンは、
最終段、マップの、各地にある柱を起動して、それを耐久で、押し込むっていうのを複数回繰り返して、脱ボスの道が開きます。まあ、要するに、まあ、時間の無駄なんで、はい、昔のバージョンを持ってきて、まあ、直接、はい、脱ボスに叩き込むというのが一番早いです。Alrighty. Hey everyone, my name is Gotham. I'm going to use the Rain 2 speedrunner, and I've been speedrunning this game for over a year now. I started running this game back in October of 2020, before, you know, that was yesterday. And with me commentating, I have... Hi there, I'm Sean. I've been running this game for a long time. I've been running since April of 2020. Currently on a hiatus right now because of school and other things like that. But I've also came up with a couple strats in this run. Hopefully, はい、一旦相手の巻き上げ率は直ってないんです。変わってないんですけど、実はゲームバージョンって、アイテムトライパクないときに、トライときに、無敵時間が発生するんですね。敵、ボタンを出すときに。ただし、この旧バージョン、なんと、アイテム出しに無敵時間が発生しないので、そのままボスが死にます。かわいそうに。Kind of what the game really is. I'm going to talk about our character choice. In this game, there's a ton of different characters you can choose from. Keen eyes might notice there's a character missing here, and that is because we are playing on a down patch version of the game. And I'll talk about the differences between the current patch and down patch in the run. For character choice, we have Loader. Loader is a really fun character. Personally, I like her both casually and in speedrunning.What makes her really fast and optimal for speedrunning is she has a grappling hook as a secondary ability, and combine that with Charge Gauntlet, you can cross large distances very quickly. Also, she has a special ability called a pylon. It's a little kind of ball thing that you can fly through the air, and you can actually grapple that as it's leaving your body with your spiked fist, with your grappling hook.ちなみに本来はこのローラーっていうのは、まあ、近接攻撃でアーマーを付与して、ひたすらゴリゴリ殴るという脳筋なんですけど、まあ、はい、もう相手にも力を使って、はい、自分は何もしないというパターンになります。Find teleporter on stage, activate teleporter, stay inside the range for as long as it takes to charge it, and then advance to the next stage. Do that enough times and you get to the final boss, kill final boss, and then the game's over.And there's also our choice of difficulty. We are playing on Drizzle, not because we're bad at the game, at least I am bad at the game, because it really doesn't really affect much in the actual run itself because of how we're running with artifacts, which we'll talk about these artifacts in the game. These dramatically change how the game plays out, and we'll be able to see that in the run as Chan and Wack both explain that.But I think we're ready to go, so I'm going to count down here. When I そうですね、ダメージが、ローラーの特性なくて、なんで、このゲーム、やったあと崖から落ちるんですけど、崖から落ちるダメージをノーダメです。いいですね。始まりました。最初のマップであると、まず一つ、商人のポータル、時の狭間のポータルを開くために、その辺も、見つけましたね。起動したんで、次のポータル、商人、ここ行きます。で、はい、テレポートはパターンが決まっているので、はい、パターンを見て探しましたね。で、今回使うのはアールドスキル、置いてオブジェクトの周辺にダメージを与えるっていうアビリティを使って、敵を削りながら、グラッピングが殴ってますね。危ない。まあ、最初の敵なんで、まあ、そんなに痛くはないって言いたいところですが、まあ、集中力が足りたら死ぬので、しかも、よいよって出てくる敵が偏っているので、あ、死にましたね。やり直しです。これちょっと敵の種類が分かったですね。先ほど言った、敵の種類固定化というアーティファクトのせいで、はい、集中力が足りましたね。This is the most, like, crucial はい、もう一回、ポータル用のドライトを出してないので再起動。Right now, like, もうパターンで決めてみたいですね。Chan was talking about earlier also is really helpful against the Wisp mod, which is by far the hardest mod. 初期装備なんでグラップリング1回しか打てないので、まあ、なるべく、ああ、気づいたか。で、このダックダメージゾーナですね。はい。気づいたっぽいですね。で、レベル稼ぎに、置くと、出なかったかな。そうですね、一応エリートが出るっていうアーティファクト、オブジェクトなんで起動できましたね、あれ多分。
I'm trying to pick up a topaz brooch. とりあえず範囲攻撃するオブジェクト、あの隙を置いたのでひたすら逃げてますね。これでシードアイテム一つ。デミノイタはテレポーターボスと倒すと効果的なので、ここで、はい、刃を手伝いますね。そしてアンテを取るために先に亀を飛ばず。そしてこの後はバックアップマガジンを、はい、回収です。あとりあえずこれで1号は低位ゾーンにだいぶ上がりましたね。これでなるべく敵を多く倒してマガジンを多く回収したいんですが、出てくるかな。こればかり運なので、はい、なるべくマガジン多いけば多いほど道中も出すダンジョンもすごい速くなるので、というかもうあれですね、カウントダメージ発生するのでもう自ら食らいにいってますね。あ、ブラコフィー2022 細かいですね。そうですね、ポーター起動2回しちゃったんで2022だったんですね。元あ1個出ました。いいですね。相手のダメージはそんなに強くないんだ。で、とりあえず商人行きのポータル開いて、はい。次なんかないかなって見てますね。あとバックマガジン3、4個欲しいですけど、まあ、そうしかね。ここで収束。で、はい、九段の、交換地域ですね。ポーター起動して適当に遊んでます。ポータがマップして間に合ったかな、あれ。九段の方にマップしてもできるんですよ。あ、間に合ってますね。すごいですね。というわけで、あとはパターンを元に、ポーター探し出して見つけましたね。で、起動して、で、あ、装備品起動すると、はい、この通りです。もう、何もしなくても、周囲的な時が来ます。で、この範囲をワイヤーでさらに増やして、ワイヤー重ねかけ増やして、もう、あとはもう準備です。ただ、アイテム取りに行きたいんですけど、あの範囲が収縮しているので、テレポーター起動して速攻で取りに行きます。そうですね、パスファインド、ドゥームフィスト、はい、エーペックスレジェンドとオーバーウォッチのそれぞれの逆転のいいところを全部奪いました。そうですね。Now, if you direct your attention right below the difficulty meter and right above the picture of the wisps, もうどっかに見たようなスキルしか持ってないです、こいつは。So the game typically doesn't play like this. Usually you'd have to find items. このシフトの突進スキルもなんかオーバーウォッチのゴリラが使うようなターキ付けに使うこともできます。このキャラクター、基本的に企画キャラクター、アビリティに2つ候補選択肢があって、まあ、その2つの選択肢と取り替えられていくんですけど、2つ目を取るためには、そのキャラクターへなんか面倒くさい条件を達成するということが必要で、まあ、強かったり弱かったりします。敵やつきはもう3マップ目。はい、もう。ポータルが起動して、あのテレポーター起動して、耐えるだけですね。で、マガジンが5個目。マガジン5個あれば、まあ、大体、足りそうですね。まあ、もっと、まあ、数があればあるほどいいんですけど。I am picking up as many razor wires as I can from green drops. If I was just killing bosses normally, I wouldn't really care about picking up too much because two or three does the job. Whenever you stack an item, you can use the dash event to 発生するので、それで、最後乗ったら、ですね、まあ、乗ったらというか、まあ、乗る範囲に踏み込めば OK なので、強引なことをします。はい、4マップ目。ここマップでかくて、ポーターのパターンも結構めんどくさいんですが、いいポーター来ましたね。中には洞窟の中にあったりとか、すごい上の方にあったりとかするので、大変めんどくさいです。で、また、ここには確定出アイテムがある宝箱があって、これは、時間帯によりますと、大体4桁ぐらい、お金を要求してきますが、まあ、非常に美味しいです。まあ、大体この、柱、いっぱい柱があるんですが、柱のふもと
その、丁寧にサンゴ、植物を裏に隠れてます。めんどくさいですね。There's another issue with the stage is that there is actually a cave system on the stage that starts there and ends over there. 一応ピンで、あれですね、透明のアイテムの種類を見てますね。I would say a 15 second time loss if you get a really bad position, like if you spawn all the way back there. I affectionately call this stage cave spawn, even though it's called Abyssal Depths. Every runner absolutely dreads cave spawn.Absolutely, it is a run killer, definitely. まあ過剰分もまあやればですね、やってマガジンが欲しい、もう一個欲しい。八個。これはいいですね。というわけで、5マップ目、合わせて。そうですね、これをこの後に出すマップですね。敵の運が微妙か？この敵ヤダード上飛んでる上に攻撃力が高くてすごい鬱陶しい敵なんですけど、まあもうそこそこ範囲でかかったんで問題ないですね。And I figured out if you have enough magazines and go fast enough, you can actually grapple on to the rock and actually launch yourself straight to the arena. On average, it saves around. まあさすがにそうですね。操作も道具的解像もすごい大変めんどくさいんで。Depending on how many backup mags you need, we're actually on pace to see this. This is actually pretty nice. I'm having a lot of wire. Also, I want to mention. I mentioned about earlier we're playing on a downpatch version.With the moon, I need to be careful here. Actually, I'm gonna be safe. Yeah, just be safe. 起動して、まあ、アイテムが落ちなかったですね。That's fine. あとは。So, since we're playing on a downpatch version, what he's describing is actually the old version of the moon. もうやってもめっちゃ痛いんですよ、当たると。The old version is that, it is kind of like just a very straight pathway to the arena. We're getting these backup mags, as Chan described, to basically launch us there.So you're about to see it right now. I have 9 backup mags. That's pretty good. 突進で距離稼いで、グラップリングでその速度を保持しながら、外に飛び出して、射出しますね。この間にクールタイムが、突進でクールタイムが長いけるかな？はめて、あ、いけましたね。で、これジャンプできるんで、ジャンプして、はい、ラスボスの、メドリクさんですね。あ、ミスリクさんです。失礼しました。はい。はい、倍になってるんで、2体いるんですけど、なんと2体いることで、4ダメージ2倍です、さらに。で、ザコフェイス。ザコフェイスは、装備品起動して、周囲に、ダメージばらまくだけです。簡単ですね。あ、イージーというじゃなくて、これ、古いバージョンの、古いバージョンなので、柱起動する必要はありません。はい、ボスも圧巻です。本来は、ここでアイテム盗まれるんですけど、無敵時間さんがまだないの、発生しないので、その前に死にます。Also, time is coming up. あと脱出イベントです。まあ脱出イベントなんですけど、突進とグラップリングを駆使して、脱出のある判定までダッシュです。Time is in 3, 2, 1. あ、クリアですね。Awesome. And that is Risk of Rain 2 done in hopefully less than 2 minutes. 10分 0.4 秒。That first reset might have cost me a bit of time, but 早いですね。Overall, I think that was actually a pretty decent time. リトライ抜けば、8分台いくかな。最初やられてしまった分のロスですね。Tizona actually labbed the Stratolite. 8分台でも、これでも、あれですね、普通に上位の食い込む成績ですね。10分でも、はい、まあ、100位には、いや、大体60位台には乗れますね。めちゃくちゃ速かったですね。GG です。We've beat the moon in less than a minute before with faster strats, but still, that was a revolutionary.Kind of like、まあ最初に述べた通り、この遊び方は、このディスコーブディン2を一しく、ストーリーを無意にするスコーリーなので、ね、普通に遊ぶ分には普通に遊んであげてください。そして、飽きたらこのような、アウティに挑んで、ね、記録を残して、はい、スピードランドを突っ込みに登録してあげてください。
in the credits. Thank you so much for having us. ちなみに、この、ゴスランドさんの構築と、今現在2位にいる、ローダーのスキー構成は違います。本当に、俺の考えた最強の構築、アウティできるっていうエニーパーセントなんで、ぜひ遊んでみてください。飽きたらね。はい。Yeah, thank you so much. That is the developer of the game. Thank you, Hapu, for sending that in. Let me go and get one more before they send you off. まだエンディングは続いておりますが、リスクオライン 2%、we have Uzi Skull 解説にアカルパさんが来ていただきました。何か宣伝とかあれば、ないですね。はい、はい、終わったので、ネットのまま寝たいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ちょっと私からちょっと一言。リスクブレイン1、2、一緒に入ってるバンドルパックが今、Windows とは Xbox 版とかだと今割引中なので、まあ、触れてみたい方いらっしゃいました。この機会にぜひというところで。私からも以上です。はい、それでは、リスクブレイン2% でした。解説ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コメント失礼いたします。ありがとうございます。すいません。それでは、こちらも、次のゲームのタイトルの準備をいたしますので、一旦失礼します。A little more Risk-A-Rain love as well. We got Crash Squeak with a $25 donation. They say Risk-A-Rain is one of my favorite games to play. So excited to see you get absolutely shredded. Yes, indeed. Thank you so much. I also have $25 from Ice. They say gotta donate a bit of my birthday money to such a good cause. Excited to see what kind of magic y'all are gonna pull with Risk-A-Rain 2 coming up here. Thank you, Ice. Happy birthday. And I really hope you enjoyed all that razor wire. I certainly did.And we also have Too Shy Shy with 1022. Rather incredulously says, wait, it takes me and my boyfriend around an hour to beat Risk-A-Rain 2, and you're telling me it could be done in less than 12 minutes? Well, Too Shy Shy, it could be done less than 10 minutes, or nearly 8 minutes. You definitely saw it done. Thank you so much.All right, I have one last donation here.